皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回は上腕三頭筋、二の腕の裏側のトレーニング、インクラインベンチを使ったライングトライセップスエクステンションをご紹介します。フラットベンチを使った一般的なライングトライセップスエクステンションのやり方っていうのは、別の動画でご紹介をしてるんですけども、インクラインベンチを使うと何が違ってくるかというと、バーを上げ切ったところ、伸ばし切ったところで負荷が抜けなくなるんで、より効率よくですね、上腕三頭筋、腕の筋肉に負荷をかけていくことができます。特に上げ切ったところでちょっとこう負荷が足りないなと感じているような方なんかは、インクラインベンチを使ったやり方非常におすすめですし、しっかりストレッチをかけることもできる種目ですので、上腕三頭筋を大きくしていく効果も非常に高い種目になっています。ぜひやってみてください。でやり方は、インクラインベンチの角度は30度から45度ぐらいにしていただいて、インクラインベンチからちょっと頭が出るぐらいのところに寝ていただいて、あとはもう普通のね、ライングエクステンションと同じように下ろして、上げて、下ろして、上げて、下ろして、上げて、上げ切ったところでも肘がね、体の真上に来ないので負荷がかかったままになります。そのためしっかりストレッチさせたところから、上げ切ったところでも負荷が抜けないということで、非常にいい刺激がね、三頭筋に入ります。疲れてくると脇がね、開いてしまいます。脇が開くと思うように三頭筋に負荷がかかりませんので、しっかり脇を締めて動作を行っていただくのを意識してください。はい、今回はですね、インクラインベンチを使ったトライセプスエクステンションをご紹介させていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。